まず名前と所属チームお願いします。三浦なるみです。アメリカのノースカロライナカレッジに所属してます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、あだ名はなるみです。あ、他にはない。それか、まるみ。まるみ顔が丸いから。めっちゃ可愛いやん。じゃあ、まるみってつけた人は、ちなみに誰だろう。もう結構前からだからわかんないです。レーザーの誰からね。そんな前からなんや。はい。じゃあ、なるみかまるみで。はいはい。じゃあ次、生年月日。1997年7月3日。年齢は25歳です。じゃああれや、キングと10個差。あ、そうです、そうです。おー。はい、血液型は B です。じゃあ星座は蟹座です。じゃあ出身は神奈川県川崎市です。じゃあ最近のマイブームは？マイブーム？あ、自分でコーヒー豆をひいて入れます。ちょっと時間とかやって。特に何のコーヒー豆？なんか浅入り深入りとかあるじゃないですか。うんうん。ちょっと最近浅入り入れてます。そうなんや。じゃあミルもさ、かっこいいやつ使ってる。はい、なんかそれをもらってやり始めました。ああ、なるほどね。豆から入れたコーヒーめちゃめちゃうまいねんな。美味しい。匂いがもう全然飽きちゃうくらい、うん、インスタントのやつ、うん、もうそれが楽しくて、はい、いやー、25歳やのにすごい。コーヒー豆の美味しさを分かるなんて。いやだそれ。はい、じゃあちょっとサッカーモードいきます。はい。ポジションはミッドフィルダーです。得意なプレーは？得意なプレーはボールをこう奪われた瞬間に狩るっていうか回収するところとポジショニングです。いいね。そしたら今まで対戦した中で誰が一番嫌やった？マッチアップしてて。チームメイトだったってなっちゃうんですけど、うん、長谷川優衣さん。あ、どういうとこが？まず運動量がすごいのと、立ってる位置とか絶妙で、もう取れないです、うん、プラス技術もあるからすごいです。すごいよな。だってマンチェスターシティで活躍してるもんな。はい、はい、なんか上手いし頭もいいから、もうあーって紅白戦の時に毎回思ってました。へー、すごい。チームメイトで、うん、ありがとう。そしたら Aチャンネル知ってくれてた？はい、ちょいちょい見てました。でもさ、登録はしてくれてないよな、はい。あー、すいません。な、ちょっと今すぐ YouTube 開いて。今して、さかなで、はい、A チャンネルって検索して、A チャンネル。あ、いきます、もう。ありがとう。そう、それ。やったー。バレた。バレましたね。うん、バレたな。キングも知らなかったから、ちなみに。めっちゃ見てますよ。あ、ほんま？何のやつ見てくれたの？はい。リワシさんのとか、サキさんのとか、あと、サワさんの見ました。おー、ありがとう。はい。いや、ほんま、今日はありがとう、出演してくれて。アリさんから電話かかってきたから、うん、びっくりした。びっくりしました。電話かかってくることなんてないし、何ですかみたいな。え、じゃあさ、じゃあさ、ちなみにさ、今日はさ、はい、誰にかける？え、どうしよう。宮川さと行こうかな。はい、同期。あ、同期なんや。はい、はい、いいね。じゃあ、ぜひなんかお願いします。え、今かけるんですか？そうだね、今で。え、今、もう行っちゃっていいんですか？もういいよ、行っちゃっていいよ。行きますね、みたいな。ジュリーよ、行っちゃって。すごい企画。かけてます。朝と早寝なんですよね。マジか。お休みモードで寝ちゃってるかもな。あー、ダメですね。違う人行こうかな、じゃあ。違う人行こう。誰にする？上木里子どうですか？あー、もう最高です。上木里子。お願いします。いや、里子起きてそうだな。こういうの平気かな。出た、出ました。里子？うん。寝てた？うん、起きてる、起きてる。あのね、今ね、突然なんだけど、アポなし企画で、田中アスナさんのエースチャンネルってあるじゃん。うん。それで、アポなしで電話かけて出た人が、次の出演するみたいな企画で。出ました。イエーイ。リコちゃん、アスナやで。さあ。こんばんは。はい。あのさ、次回さ、エースチャンネル出演してくれるかな？いいかも。最高。最高。ありがとう。やったー、よかった。さすがリコ。ありがとう。じゃあまた連絡するな。またね、リコ。はい、お願いします。バイバイ。やったー。マジ最高。なあなあなあ、このさ、振りでさ、よくわかったな、この間。あ、送りましたなんかな。わかった。なんかいきなりいいと思って言っちゃいました、口が。え、めっちゃ嬉しかったんけど、これさ、多分、世代的にどこまでわかるんやろうって思ってて。結構ギリです、多分。ギリやんな。うん。よかった。
リコちゃんにまで通じた。すごい。え、自分何人目だったんですか電話。2人目。キングが第1回目やね、もう。これ新企画やねんか。そうなんですか。そう、第2回目やね。やったー、2回目。相当びっくりしますよ、この電話。おもろくない、おもろくない。めっちゃ楽しいっす。やったー。そしたら、リコちゃん紹介してくれたやん。はい。じゃあ、リコちゃんとの関係性みたいな、教えてくれる。もうメニーナからずっと同じチームで、ベレーザーもずっと一緒でした。リコちゃんのが下？そうです、2個下です。あー、そうなんや。はい。じゃあさ、リコちゃんにさ、このさ、アポなしテレフォンを出るにあたってにさ、メッセージお願いします。リコ、漫画めっちゃ好きなんですけど、でもちょっとなんか、オタクすぎて語りすぎちゃうんで、モード入りすぎないように頑張って。あ、じゃあ、最近のマイブームはって言ったら、来るかな。はい。絶対します。前ブームっていうかもうずっとです。そんなオタクなんや。はい。じゃあオタク話ちょっとしてもらうわ。はい、ぜひ。そしたらこれ最後やねんけど、 A チャンネルを見てくれてる視聴者の皆さんになんか一言でもいいしメッセージをお願いします。いつも A チャンネルを見てくれてありがとうございます。誰ですか自分。最高最高。あの WE リーグも海外でやってる女子サッカーの日本人もこれからたくさんサッカーとかプライベートなことしてもらえたら嬉しいです。応援よろしくお願いします。ありがとう。完璧。大丈夫ですか。もう完璧。キングはさ、なるみちゃんのことなんか、いやちょっと話おもんないかもって言ってんやんか。うん、確かに。でも全然もう最高やった。本当ですか。ひどい。ありさ、いやほんまひどいでな。ありがとうございました。初めてなのにありがとう。一回でも来てくれましたよね、練習。一個。めっちゃ覚えてますよ、メニーナの時。あ、テラさんの時？そうです、そうです。練習じゃさ、なんか出てくれました。みず、出た。みぞちゃんとさ、え、一個。めっちゃ嬉しかったですもん。はい。マジ？うん。え、やば。練習しててくれるの、超楽しかった、あの時。うん。もう超覚えてます。え、めっちゃ嬉しい。やば、ありがとう。ありがとうございます。また一緒にボール蹴ろうな。ぜひ、本当に。ぜひ。いやもうほんま、アメリカ頑張ってほしい。アメリカの試合めっちゃ見るからさ。あ、そうですか。ナホさんと、そうですか。そう、ナホいるからさ、めっちゃ見んねやんか。え、ちょっと、いやなんか、後で優しくしてくださいって言ってください。いや、絶対大丈夫。めっちゃ喜んでたで。本当ですか。うん。早く会いたい。うん、ほんま、言っとくわ、言っとくわ。ご飯とかさ、行ってや、ナホと。行きたいです。うん、言っとくわ。うん、ありがとうございます。ありがとう。